はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、診断にねティアラメンズというこの世の終わりテーマが実装されることが決定しまして、まあ、診断解説動画をやっていこうと思うんですが、まあ、今さらティアラメンズってどういうデッキだみたいな話しても多分結構解説動画とかいろいろ出してると思うんで、みんながなんで解説動画とか解説ツイッターとかあるんで見た人いらっしゃるんじゃないかなと思うんで、ティアラメンズはねまあ簡単にさらっと解説するだけにして、対策するにはどうすればいいかっていう話をね、今日はしていきたいと思います。はい、こっちの方が多分大事なんで、今後ティアラメンツ環境になるんでね多分。はい、で、まあティアラメンツって簡単におさらいしていくとどういうテーマかっていうと、この水族組と、戦術族組に分かれるんですね。で、水族組が融合効果内蔵してまして、全員純正ゲージになってるんですけど、実装される瞬間に、はい、まあ一月後にはなんか制限カードになってるんじゃないかと言われてるんですけど、効果で墓地を食らった場合に、手札墓地から素材をデッキに戻して融合できるっていう効果を一応この3枚は全部持っていますと。はい、まあ共通効果ですね。で、固有効果は、墓地肥やし効果になってまして、この、 あの純正弦トリオは、自分のメインフェーズ にのみシェイレーンはね、手札から特殊召喚して手札からモンスターを墓地を食ってデッキから3枚墓地肥やすとか、ハーフニスであれば相手の場のモンスターの効果を発動したら手札から特殊召喚してデッキから3枚墓地肥やすとか、メイルだったら、召喚特殊召喚時にデッキから3枚墓地肥やすとかっていう、まあ、要は墓地を肥やす効果ですね。だから墓地を肥やしてまあこの辺のモンスターたちの効果で墓地を食らった場合っていう効果を起動させていけっていう、そういうデザインになってます。で、戦足組が1体いるんですけども、でティアラメンズレイノハート、でこの人は、融合効果内蔵してないんですが、融合効果を誘発させる効果を持っていまして、レイノハート効果で墓地を食らえると自身を特殊召喚しながら程度からティアラメンズを墓地を食るということで、まあ、この純正弦組を墓地を食って、効果起動していくっていうことができるし、あと召喚特殊召喚時にティアラメンズモンスターを墓地を送るっていう愚かな埋葬の効果を持ってるんで、レイノハートでメイルとかハーフニスとか、まあ、シェイレーンを墓地を送って融合していくという感じになっていますと。ティアラメンズデッキからどんなモンスター出てくるかっていう話なんですけども、まあ、簡単にまとめました。こんな感じ、キトカラスがエンジンになってるんで、まあ、このモンスターから起動して動いていくことが多いんですけど、ルルカロス特殊召喚系の効果を無効にしてくるんですね。DD のエグゼクティブシーザーみたいな感じで、カレードハート、これは特殊召喚、したり、それから、水族モンスターが効果で墓地を送られるとなんか何でもカードをバウンスできるっていう効果ですね。でそれから、まあ、この辺が、ティアラメンズになってるんですけども、融合モンスターとして、それ以外にも、結構相性のいい融合モンスターいっぱいいて、ドラゴスタペリア、これ何でも効果無効ね、あのモンスターのフィールド上のね、の効果無効のやつと、あとエルドシャドルミドラッシュ、これシャドルカード入ってると出てくるんだけど、特殊召喚制限がかかると、それからメニアムサクリファイス、これは融合代用モンスターとか沼地のマシン王とか進化の女神とかね、ああいうモンスター入ってると結構出てくるんですけども、効果無効にしてくるやつ、それからカリギュラ、これもなんかアレイスター代用すれば出てくるんだけど、効果制限かかるし攻撃制限もかかる、ドラゴンであれば、対象の耐性が出てくる、まあ、そういう融合モンスター他にもいっぱいいるんだけど、今のところまあマスターデュエルで活躍しそうな融合モンスターはこんな感じになっていますね。はい、まあ、ラクインと混ぜるとラクイン系のモンスターもいっぱい出てきますけど、それからね、融合モンスターだけじゃないんですよ、ティアラメンツってね。レベル4が2体並ぶことが多いので、支援に潜むものとか、クロンダイバーリーダー、バグースカみたいなモンスターも出てくるし、あと、デクラルディバイナーみたいなモンスターが入ってることが多いので、まあ、そういうモンスター入ってると、フルルドバロネスとか、あとエルフとかね、出てきて、でエルフでディグラルディバイナー蘇生して、フリチェ融合とかフリチェズ除去とかやってきたり、まあ、そんな感じのモンスターが出てきますと。はい、まあ、このモンスター群見ていただければ分かると思うんですけど、さすが強いと。いうことですね。じゃあどうすればいいかという話なんですけども、ティアラメンツっていうのはですね、墓地にカードを送られないと効果発動できないんです、基本的には。なので墓地にカードを送らせなければいいんですね。はい、というわけでまずはディメンションアダプターですね。まあ、これ詰めるデッキ結構限られますけども、まあ、エクソシスターとかが主に、あとはフアンダリスとかが主に積むことができるんですけど、アトラクターぶん投げると結構黙ってくれるんですよね。墓穴持ってなければかなりこのカードを1枚で止まってくれるんで、まあ、これ採用できるデッキは採用した方がいい。それからですね、接触する G というあまりにも誰やねんモンスターなんですけども、このゴキブリモンスター、相手がモンスターの召喚特殊召喚に成功したときに、手札からこれを相手のフェード上に特殊召喚できると。でこのカードがモンスターゾーンに存在するプレイヤーは、シンクロ融合エクシーズリンクする場合、こいつを素材にしなきゃいけないっていう効果があるんですよ。だからティアラメンツの効果とかも、まあ、こいつを素材にできないで、基本的には。だから結構止まってくれます。まあ、ただね、相手のね、できるね、アウスっていうね、やつが入ってると、結構勝利されるんですよ、これ。
これ入ってると処理されちゃったりするんで、まあ、これ入れてる人はマジで偉いという感じになりますね。はい。で、ムドラ、ケルドあたりは、これ相手の石突きミックによって墓地に送らないといけないんですけども、これ除外してると、墓地のカードをデッキに戻すよっていう効果があるんで、基本的にはティアラメンツって自分たちを墓地に送られた場合に効果発動して、自分たちをデッキに戻さないと効果が発動できないので、なんでムドラとかケルドでそのモンスターたちを戻してあげれば融合は止まります。はい。あと同じ理由でですね、DD クロー、これも、除外してあげれば効果止まるんで、割と強い誘発になるのかなと。それがまあスカルマイスターですね、これも墓地の効果止めれるんで、まあ、これもまあ有能な、手札誘発になってくるかなという感じですね。はい。わらしも同じような感じ。わらしはまあ墓穴マスターズ、マスターじゃない、墓穴とか、自分のね、デッキに対する墓穴とかを止めれるし、相手のなんだ、墓地効果も止めれるので、まあ、一応ね DD クローとかと合わせて採用して普通に強いいうはずになってくるかなと思いますね。まあ、DD クローの利点はね、何枚も殴られるっていうところなんで、私は一旦に一度しか使えないですけど、DD クローはもう何回でも使えると。まあ、2枚やれば2枚打てるし、3枚やれば3枚ぶん投げられるっていうことですね。はい。で、他にもね、手札誘発はね、基本的にはね、刺さんない誘発はあんまないんですよ。うらら、それからまあ、増字、まあ、エフェクトベーラーあたりですね。まあ、こういうカードとかは刺さるは刺さるんですけど、手数が結構やっぱ出ることがあって、なんで1枚では止まんないっていうことが起きます。だから一応採用して打てるときは打った方がいいです。ヒトカロスとか ああいうモンスターに無限抱擁とかエフェクトベーラーとか打つと結構止まってくれたりはするんですけど、まあ、普通に貫通されることもあるんで、まあ、普通に採用はした方がいいけど、これで止まるかと言われると微妙みたいな感じですね。はい。で誘発で一番その打たれたら困るやつは多分スキューサクラだと思いますキトカロスを基本的には初動として動いていくことになると思うんで、テアラメンツってだから桜でキトカロスをね相手のキトカロスを全部除外してあげれば、まあ、止まってくるんじゃないかなと思うんですよね。だから桜もねミラーにおいてはねかなり強い誘発になってくるかなと思うのと、まあ、あとはネタ枠でですね、ネコマルキングこれ一応ターン終了できるんで効果で送られると、だからまあ相手のねアギドとかこのケルドケルベかアギド・ケルベクで送られた時に一応ターン終了できるけど、まあ、それでもね普通に融合効果チェーンするんで止まんないっていうことがあるので、まあ、そこはちょっと注意ですかね。うん、これ1枚で止まらないかもしれないというあまりにも恐ろしい出来と、はい、なっております。一応相手に先行取られた時はこんな感じの札をぶん投げていけば一応止まってくれるかもしれない。逆に先行取れた時はね、まあ言うてメタ札いっぱいあるんですけど、まあ、基本的には墓地メタですね。まず墓穴、はい、これは普通に強いです。まあ、普通に汎用札として、普通にティアラメンツも刺さるんでめっちゃ強いっていうのと、あとね深淵ですね、これめちゃくちゃ強いです。はい、これ出せるデッキはねティアラメンツ環境においてはこれを先行で出すっていうのを意識していただければ、まあ、ティアラメンツって墓地から効果発動して、融合していったりなんかその効果連鎖していくモンスターがめちゃくちゃ多いので、これ1枚出されてこれ効果適用されたら済むんですよ。だドローフェーズでいきなり瞬移層ものっつって効果適用って言われたらもう結構黙るみたいなことができるので、まあ、アーゼウスにもなれますしね深淵ワンチャンなんで、深淵はかなり強いのでこれ詰める人は詰んだ方がいいですね。それからネクロバレー、これは詰めるべきかなり限られますけどね。エンディミオンとかは結構積んでる人多いかもなと思いますけど、あの辺とか、墓守とか使う人いるか知らんけど、そういうデッキであればネクロバレーは普通に刺さります。デッキにカード戻せないんで融合できないですよね。はい。で、あとはカードを墓地に送らせないっていう意味で、マクロコスモス、はい、マクロコスモスとか次元の裂け目ですね、あと異次元グラウンドとか、こういう系のカードはそもそも墓地へカードを送らせないっていうことができるので、まあ、これは普通に強いかなと。あとはソウルドレインですね。はい。これ1000ライフ払うと発動できる、まあ、スキルドレインみたいな感じの効果で、フィールド上に存在する限り墓地のモンスターを除外されているモンスターの効果発動できないっていう。だから自分が刺さんなければこの発動したら結構黙ってくれるかなと、思いますね。はい。あと闇属性モンスターの効果で融合してくるんで、暗闇を吸い込むマジックミラーっていう、この闇属性に親を殺されたカードですね。はい。これ発動すると一応融合されないかなっていうところですね。
はい、まあ、自分も刺さるデッキ多いと思いますけどね、はい、で、エンド・オブ・アヌビス、これは若干ふざけてるんですが、墓地のカードを対象とする魔法トラップモンスターの効果および墓地で効果を発動する魔法トラップモンスターの効果全て無効されるっていうのが意味わからん強い効果を持ってるんですよね。これが出せれば一応メタれます。はい、あと実用的なところでいくと、自分が石突きミックで出る場合、墓守の罠ですね。これ自分の墓地に現世とメーカーの逆転存在していれば、これね、現世とメーカーの逆転が存在していれば、相手は墓地のカードのことを発動できないし、墓地のモンスターを特殊できないっていう効果があるんですよ。だからこれをあのムドラとかの効果で置いて、で自分の、アギードケルブクとかの効果で、幻滅を落とせれば、まあ、かなり強力なロックになりますね。ティアラメンツこれ発動されて、これ墓地落ちてると、もうなんかこれを除去できる普通のハイオフだ、なんかそのハーピーのハイボクとかライトニングストーンみたいなカードがなければ、もうこれだけで済むかもしれません。なのでこれは結構実用的に強いかなと。いいのと、あとはもうそもそも効果を発動させないっていうあの動きをすればいいので、まあインスペクトボーダーとか、それからまあ融合召喚されそうになったら次元商品とか、まあこういうカードを使ってまあ融合を目立っていくっていう動きをしていくことができれば、まあ先行取った時はまあ一応メタれるのかなと思います、ね。まあ、先行取った時っていうカード、これどのデッキが積むねんみたいな話あるけどね。なんかその後ろの方はなんかもうこの辺とかもうなんか自分では刺さんじゃないかみたいな話あるんで、なんでまあ汎用的に言うならば、まあ墓穴、それから深淵あたり、この辺はね入れられるデッキはね入れた方がいいですね、絶対に。まあ墓穴入ってないじゃないか、深淵これですね、これがかなり強いと思います。はい、環境上、まあそんなところかな。というわけで診断解説動画は以上となります。まあこのデッキねかなり強いと思うんですが、使うのもかなり楽しいと思うんで、まあ、最初は使う側に回っていただければなと思うんですよ。ただやっぱり、どうしたって対策は必要になるじゃないですか、そういう場合。はい、ティアラメンツミラーとかね、なんか起きた場合、多分プレイングかなり出ると思うんですよね。あと対策札が入ってるかどうかってかなり出ると思うんですよ。なので、まあ、ぜひね、あの動画参考にしていただいて、自分のデッキ、チューニングしていただければなというふうに思っております。診断解説動画は以上ですが、診断開封、新デッキ動画どんどん出していこうと思ってますんで、よかったら、グッドボタンとチャンネル登録をポチッと押していただいて、お待ちいただければなというふうに思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。